薬屋、ここかな。君は敵なの？はい、行ってきます。ねえ、マップは？マップ、これ、え、これか、マップ、え、マップってあれ、全然なんか右下とかさ出てくれるわけではないの？全然そういう感じではないのかい？でもこういうさ、なんか花がいっぱいあるんやけどさ、デクバナやっけ？あれはやっぱある以上は使ったら何かどこかにたどり着くってことなのかな？チンクルまた飛び寄る。ちょ、邪魔邪魔。邪魔邪魔。出てきすぎなんよ、敵。で、こ、あ、そこに。また切りつけ、もう。邪魔邪魔。あと51時間23分です。あと51時間22分です。うるせえ。よし。なんかマジックポイント減ってない？あれかな、射的場。新鮮な泉の水をお持ち帰りください。沼の観光ガイド。あ、また空き瓶が必要なやつやん。これか？レクナッツ関係なさそう。はぁ、閉まってる。そっか、24時間営業じゃないっすよね。ま、ここは、関係ないかな。あ、でもさ、なんか沼、え、待って。沼に行って何すんの？神殿がどうたらって言ったんやっけ？あ、ねえ、あそこに、ハートあるんだけど、ハートのかけらがあるんですけど、もしかしてこれでいける？はぁ、あ。いや、飛べてねー。あれ、やっつけれたの今。はぁ、あ。あ、もしかして。登れる、なんか。登れるはいいんやけど。は？これ、登。痛い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 。いや、めっちゃ落とされるんですけど、やめろよ、おい。なるほど、これで攻撃ができるんや。何あれ？なんか固まったよ、敵。どういう状態？毒？しびれ粉かなんかですか？うぜえな。くそ、ハートを増やしたい。めちゃくちゃ増やしたい。邪魔なんだよ、おめえ。ふざけんなよ、おい。邪魔だって言ってんだろうが。コウモリは倒しても何も落としてくれねえな。ねえ、ちょっとハートやばいんですけど。とりあえず一旦回復。これ明るい時間になっ、くっそ、いるな。明るい時間になったらさ、あれ？敵はいなくなるんやっけ？いいって。もういいって。くんなって。ぬまっち来た。レクナッツがいるよ。そっか、ここはデクナッツたちがいるってことか。もしかしてなんか売ってくる？あ、小瓶出てきた、小瓶。イェーイ、こういうとこからもね。ハートも出てくるけんね。大事大事。ルピーだけじゃないけん。切らせろよ。お、やったー。回復回復。ね、あの上にもハートのかけらあるんですけど。
読みたいんだけど。この先沼の観光ガイド。観光ガイド？あれは敵ではないのかな？話せるやつか？めちゃくちゃ見られるんだけど。どうも。毎度っぴ。お客さんこの辺の人じゃないね。わし、デクナッツ専門で、ここで魔法の豆売っているんだけど、本当はふるさとを離れて、もっと賑やかなところで一旗あげたいっぴ。でもよそで商売するには、それなりの筋を通さないと店が持てないっぴ。わかるかいお客さん。土地の権利書？スタートを押して画面を出してアイテムを選択、Cボタンで使ってみよう。悪い悪い、商売してなきゃわからねえ話だったっぴ。別に気にしないでくれっぴ。土地の権利書のことよね。持ってねえや。なるほど、この時間軸でもまた土地の権利書を持ってこんといかんってことか。どうも。ったくあのドラムスコ、またどこからサボってやがるな。いい年こいて妖精ごっこもないもんだ。チンクルのお父さんにしては若くない？チンクルの方がおっさんに見えるよ。あ、いらっしゃい。じゃあ早速お客さんの撮った写し絵を見せてもらおうかな。写し絵？スタートを押して画面を出してアイテムを選択、Cボタンで使ってみよう。あれ、お客さん写し絵コンテストは初めてだったっけ？沼の観光ガイドではただいま写し絵コンテストを開催しております。子供からお年寄りまで参加は自由。この沼で撮ったナイスな写し絵には賞金かボートクルーズの無料サービスをプレゼント。どうだいお客さんも参加してみたら？でもこいつに参加するにはまずはボートクルーズに乗らなきゃダメだぜ。ボートクルーズの受付はそこの窓口だ。興味あったら乗ってみなよ。そこの窓口？あ、これ読めなかった。小梅おぼぼのボートクルーズ、ただいま準備中。お問い合わせは沼の奥の魔法ぼぼの薬屋まで。くそ。薬屋、ここかな。君は敵なの？え？あいつは敵なのかい？待ってよー。聖なる剣を持つ者は我と出会いし証を残せ。は、何これ。聖なる剣を持つ者よ、時場所を超え我らは永遠に友となった。どういうこと？なんか不穏な音楽が流れようんやけど。え、ここにも敵出てきたりする？あ、まあ、さっきの敵か。待って、あいつを超えていかんというか、何あいつ、ボディーガードみたいな感じ？邪魔なんだけど。それがボディーガードかもしれんけど。ねえ、ちょっと、行きたいんですけど、先に進ませてよ。痛い、痛い、痛い。くそ。なんか急に地図出てきたね。なんで？さっきまで出てなかったのに。てか土地の権利書かはもらわんといかんのやな。てかなんかこれ解放したらさ、ワープができるようになるとかかと思ったのに。あれ？てかさ、あれよね。クロックタウンにもあったけど、私別に、え、あったよねあれ。でもクロックタウンのやつ別に私切り刻んでないな。切らんといかんかったかな。一旦クロックタウンに戻るか。あれやな、ほんと。だいぶ、時間経過をゆっくりになったよね。え、あれの効果はいつまで続く効果ですか、あれは。ちょっとちょっと困るっぴ。来た来た。え、何がいるんやったっけ？何をやったら土地の権利書くれるんやった？ここはわしの土地だっぴ。留守の間に勝手に使わないでほしいっぴ。お客さんお客さん。何でもこの世界で、あー、月の涙。ってことは、あれか。結局また最終日になって、あの月の涙を持ってこんといかんのか。
何の音、気持ち悪い。あ、おめえかよ。気持ち悪い音をさせないでくれ。なるほどね。あれか。爆弾で倒せばいいってことかな。なんか、こんな感じの見た目あったよね。あの沼の敵。ってことは、でもってなんかすごい吸い込まれよったけん、あいつに向かって爆弾を投げたら、多分爆弾を吸い込んでくれて、内側からやっつけれるっていうことなんじゃないかな。爆弾屋ってどこやった？内側爆弾屋って爆弾売ってなかったよね。次の日の朝、あと48時間。あ、とりあえず一旦、この町にある、どこやったっけ？この町にある、あの、フクロウの、あれ切っとこう。あの辺も時間が戻ったら全部やり直しになるんかな。嫌やな、ムカつく。あ、こっちか。あそこにあったよね。え、全然違う。こっちか？え、あったよね。あれ、なかったっけ？あ、あったあった。あったあった。よしよし。聖なる剣を持つ者よ。時場所を越え、我らは永遠に友となった。これってさ、マジで友となった剣なんなんやろ。これ以上は別に何もできんしなぁ。あれを切ったことによって一体何がどうなっとるっていうの？全くわからないんだが。あ、この辺になんかあったっけ？ここは？あ、爆弾袋がどうたらこうたらみたいなの言わんかった？あの、ハニーとダーリンの店で。爆弾袋っていうのがないと、ここなんか爆弾マークついとるよ。あれ、あのおばあちゃんじゃない？君。これゴロン族かな。やっぱそうや。お客さん、爆弾買いに来た頃？ここだけの話。ほら、この店に置いていないすごい爆弾持ってる頃。あ、だけどお客さんじゃうちの商品は重たすぎて扱えない頃。わざわざ呼び止めて悪かった頃。いや、まあ話しかけたのは私なので。爆弾買いたい。いらっしゃい。爆弾。ボム袋が必要。ボム袋どれ？ボム中懐かしいな。なるほど、なるほど。あ、これ、ボム袋。足りんやん。猿怪獣の胃袋で作られた爆弾を入れる袋です。気持ち悪い。あれじゃないよね。あの敵じゃないよね。カーニバルの前日の夜から花火をあげるから見ていってよ。またどうぞ。怖そうな見た目やけど、優しいね。ありがとう。とりあえずルピーを50ルピー出して袋が手に入るだけか。辛い。ボムいくらやった？さらに40ルピーぐらい取ったっけ？これマジでなんなん？わからん。そう。あ、そうよ。もう昼間になったけん、あれじゃない？チンクロールんやないん。この街の地図も欲しいです、私。あ、雨降り出した。こっちやったよね、確か。違うやん。全然違うんですけど。あれ？どこだったかしら？あ、こっちか。こっちなんかあれよね。こっちのはずきっと。はい、よったー。そして。撃ち落としまーす。お。よし。一発。
どうも。あ、お主。こんにちは、妖精さん。チンクルの書いたマップ買う？クロックタウンの買います。イエーイ！クロックタウンマップをもらった。これで街のことがよくわかる。さあ、これで全部の、今のところ全部の、マップを変えた。よしよし。あの赤い印何？あの赤い印なんなんやろ。よくわからないんだけど。あー、またお金を使ってしまったよ。集めなければいけなかったんだけど。ないな。こっちの方向よね、なんかあの。あ、入ってきたところって言ったんやっけ。なるほど、なるほど、そういうことか。なるほどね。あの白いマークは何？人ってこと？違うな。これか。あ、出入り口のマークってことかな。なんかそれぞれの。ふんふんふん。ぽいね、ぽいね。これは何に使えるんやっけな。アイテムをどこかに送るのか？どこに送るんやろ。よくわからんとこに送られてもよね。送った先で自分がまた受け取れるとかならあれだけど、なんかめっちゃいっぱいあるよね、これ。カラカサお化けみたいなやつ。まあ、とりあえず、あれか、3日目の夜にまた、土地の権利書をゲットしなければいけないんだね。オッケーオッケー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかその元に戻した時に何がどう戻るんかがよくわからんのやけど、自分が身につけとるものとかそういうのは戻らんってことなんかな。じゃないと毎回一からやりよったら、永遠に進まんよね。そういうことよね、きっと。でも相手の記憶からは消えるけんな。ボンバーズ手帳とか、ね。